皆さんありがとうございます。今日はですね、8月のカレンダーの文章を読ませていただきます。また毎月の月刊誌紫の光にも、載せておりますので、また持っている方は読んでください。読ませていただきます。現代日本に何が欠けているかの8番です。占領期間中に、これはですね、昭和20年ですね、今月の8月15日、今から77年前に日本が戦争に敗れまして、ちょうどその日の正午に、昭和天皇、天皇陛下の、玉音放送が流れました。この志向学園では毎年その12時になりましたら、その玉音放送を館内に流してみんなで黙祷させていただいておりますが、そこから、アメリカの GHQ の占領が始まりました。その占領のことをここではね、言っております。もう一度最初から読みます。占領期間中にアメリカが押し付けた憲法や制度が改められないまま、今日も大手を振ってまかり通っています。日本は自分のものをなくしてしまいました。それ以上のことが沖縄にも言えます。長く外国に支配された国は自分の力で立つことをしません。薩摩藩の征服を受けてからアメリカに支配されるまでの400年間、自分のものを自分で支配したことがないので、他人に依存する根性が抜けきれません。私は沖縄で保守、革新両党の指導者を交えて座談しました。話し合いをしました。保守の西目氏、これ氏っていうのは氏名ですね、宇治。西目さんっていうことですね。西目氏は、保守の西目氏は、1ドル貨幣を見せて、このうち60セントはアメリカの基地収入だ。戦前よりも今は生活程度が向上し、自動車保有数が日本全土では1000人のうち29台だが、沖縄は54台。収入平均は本土の6割だが、本土の貧乏県よりは多いと言います。これに対する革新の屋良氏、屋良さんですね、屋良氏は、とにかく即時本土復帰あるのみと言いました。そこで、この書かれたのは三代様照彦先生ですが、照彦先生はこの屋良さんに、屋良氏に、基地なき後の経済はどうするか尋ねると、それは本土の方で考えてくれなきゃ困るというのです。私は執拗に食い下がりましたが、それ以上の答えは出てきません。これでは沖縄はダメです。400年間他人の指図で働いてきたために、自分の幸せを自分で作り上げようとしなくなった。植民地の悪さであります。確かにアメリカの支配で物質面は豊かになり、西目氏はこの面だけを強調しましたが、民族の心として本土に復帰するためにどうすればよいかということを具体的に主張していません。自分のものを失ってしまったのです。これは沖縄だけでなく、日本全体の問題です。銃剣の脅迫によって押し付けられた制度や法律を今もなお持ち続け、我が民族固有の精神によって物事を考えることをせず、ありのままの現実を直視し、現実を克服していく努力を欠いている情けない状態を心から悲しく思い、我が国の現状に憤らないでおれましょうか。これがですね、今年の1月から8月、今月までの、最終回ということになります。今ここに照子先生が生きていらっしゃったら、伺いたいなっていう話はたくさんありますけれども、しかしまあこういうふうにご文章を残していらっしゃって、日本のね、日本のこういう文章っていうのは結論ははっきり書いてないっていうんですかね、断言しない。照子先生も、さて皆さんはどう思いますかというふうな形で終わっているんですが、こういうふうな、なんていうんですかね、
感性というか書き方といいますか、素敵だなって素晴らしいなと思いますのは、結論をもちろん書いてこうあるべきだ、こうしなきゃならんというふうに、照子先生ももちろんそういう文章をたくさん残されているんですが、こういう件に関しては今読むと皆さんはどう思いますかというふうな終わり方で終わっているように思います。これはとてもいいことだなと私は思うんですけど、というのは結局この文章の言いたいことは日本を目覚めろということだと思うんですね。今我が家では小学校2年生の長男が実は昨日まで塾が3日間ですかねあったんですけど、まあ、一生懸命頑張ったんですが、まあ、頑張りすぎてなのか、まあ、追い詰めすぎたのか、最後にちょっとすごく精神的にこう不安定になってしまったんで、昨日は急遽お休みしたんですけどもね、僕はその以前から読書感想文をこういう本を読んで、読書感想文の、まあ、書き方っていろいろあると思うんですけども、まずこのも読んだ本は、こういうストーリーです、こういう物語です、その中から僕はこういうことを、このセリフに一番心に感じることがあった、こういうこの本の中のこういう場面に一番心が動きましたというのを、まあ、2つ目に書いて、3番目にというのは自分にもこういう経験があるからだとか、またこういう感じることが多かったんで、これから僕はこういうふうに頑張っていきますって、こう、まあ、大きく分けて3つですね。1つは物語の紹介で、自分が一番心に残ったエピソードというかセリフを書き、最後にこれからどうしていくかっていうふうなことを書く。で、その3番目のところがなかなかこう長男の気持ちを引き出して書きたい、僕はね横で、書いてもらいたいと思って、で、あなたはそのセリフに一番びっくりした驚いたっていうのは分かるんだけども、何に驚いたのか、驚いた理由は何なのか、驚いたきっかけは何なのか、同じような経験が体験があるのか、一生懸命引き出そうとするんですけども、なかなかまあ自分の言葉で言わない、じゃあこれからそれを読んでどういうふうにしようか、どういうふうに、今度2学期学校が始まったらどういうふうに頑張ろうと思うのかっていうのを聞いても、なかなかとはっきり言わない。ああ、こう自分の思いを自分の言葉で表現できないだけではなくてですね、心がこうなかなかこう自分独自の思いを表現できないっていうものが、ああこれではいけないなというふうに思いまして、これから、まあ、今回読書感想文だけなんですけどね、またもう一つは昨日の塾を休んだことに対しても、表面的な優等生っていうんではなくって、本当に心が、別決して成績がいいわけじゃないんですよ。ただ表面的に、まあ、問題なく大きく成長したというふうな人間に大人になるんじゃなくて、本当に心の中に感じたことをこうでなければならないというふうに自分が思ったことを表現できる、そういう人、大人に、思考派遣で言えば本当の神の子になってもらいたいな、なってもらわなければならないな、そのために私親がいる、そういうふうに導かしてもらう、そういう役割がある親がいるんだけど、なかなかそれはこれからなんだなというふうに思ったんですけども、そこからこの5文章を読ませていただいて、ここは沖縄について中心に書いてますけども、最後に照子先生はこれは沖縄だけではありませんよ、日本全土に全体に言えることなんですよというふうに書かれている、本当にその通りでありまして、こうあらねばならないと照子先生は書かないで、皆さんの心はどうなんだと自分で決めなさい、そして決めたことを自分で自分の体を使って表現していきなさい、実行していきなさいと、それが大事なんだというね、ことを照子先生はおっしゃりたいのかなというふうに思いながら今読ませていただきました。大事なことですね。今から言うのは照子先生じゃなくて翔次郎先生、そのお兄さんの二代院様翔次郎先生の話ですけども、翔次郎先生約40年前にお亡くなりになりました、天に帰られましたけど、そのご指導を受けられた信者さんの中には、僕は一つも翔次郎先生にご指導を受けてないと、悩むことがあった、苦しいことがあった、相談したいことがあって、この思考発見に時々来て、翔次郎先生こういう時どうしたらいいですかと
と聞いてるのに翔次郎先生は具体的に何にも教えてくれなかった。何を言ったかというと、はい、また今度月例祭に参拝しましょうとあなた近いでしょうと、毎朝ご本部に参拝して朝のお祈り僕が祭祀してるから一緒に祈りましょうと、祈りましょうと参拝しましょうしか言ってくれなかったと。まあその方は、まあ、恨み事のような、今の言葉だけ聞くと恨み事のように聞こえるかもしれませんが、すごく嬉しそうにおっしゃってましたね。というのは結局その方が言いたいのは、具体的には何にも翔次郎先生はああしろこうしろ手取り足取りは教えてくれなかった、そうじゃない、その答えを見つけるのは自分なんだと、で答えの見つけ方は一つしかないんだ、参拝と祈りしかないんだと、自分が動いて参拝し、そしてその中から気づいたこと、そしてまた自分から祈り、その中から気づいたことを実践する、それしかないんだと。きっとおそらく翔次郎先生もそうしながら、まあ、祈っても参拝してもきっと翔次郎先生も失敗したことがたくさんあったそうです。僕は子供でしたから具体的には知りません。大きくなってから知りましたけど、奥様である和子先生がいっぱい失敗してたよとたくさん失敗したけど、でもそれでへこたれる人ではなかった。失敗したらもう一回懺悔して、神様申し訳ありませんと、祈りの中で気づいたことを実践したつもりであったけれども、どうも私は思い違いをしていたようなんで、もう一度祈りますからって祈って、また気づいたことを実践していくと。で、また失敗したら、また申し訳ありませんと懺悔して、元に戻ってきてっていうふうに、ご自分で参拝し、自分で祈って、そこで実践していくと。それが本当の、救いになり清めになり、ご自分の苦しみ悩みを乗り越えていく、また、祈願を達成していく、それが本当に唯一の道なんだということなんですね。このとても日本的な御分子、照彦先生あんまり日本的なイメージが、僕は西洋的な、すごくこうね、積極的な 目の勢いもすごい、そういうような印象がある私もありましたけど、この御文章を読むと、あ、本当に日本人らしい、やっぱりそういう感性を大切にされている先生らしい、最初の最後の締めくくりっていうんですかね、皆さんはどう思いますか、ご自分で考え、自分で祈り気づいて、どうぞ気づいたことを実践していってくださいというふうな御文章のような気がいたします。これでね、この現代日本に何が欠けているかの1から8までの最終回終わりました。あと今年は9月から12月まで4つ御文章があって、さてそれをこういうふうな形で録音して皆さんに紹介するかまだ考え中なんですけど、またね、我々のその思考学園は信仰の場でありますけれども、今回読ませていただいた御文章は信仰をですね、持っていらっしゃらない方でもよく理解しやすい御文章だったと思いますので、またカレンダーあるいは同じ文章はこの群れ酒に控えに載ってますから、またね、その文章をまた信仰を持っていらっしゃらない方にも、ぜひこれからの生き方として参考になる、また生き方の指針になるでしょうから、ぜひ紹介していただいて広く読んでいただきたいなと本当に心から思っております。よろしいでしょうか。はい、皆さんありがとうございます。